はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回は ANQ4 デビルズストロングっていうぞになっちゃった。スティングやっていきたいと思いますね。デビルズストロングの方がなんか強そうだけどね。ANQ4 の、これ、デビルズスティングなんですけど、このマイソロジーの強化版みたいな感じだと思ったら、これね、3点バーストっていうか、2点バーストできないんですよ。で、右クリでも、できないので、右クリは普通に ADS するだけなんですね。なので、ちょっと変わったやつ。まあ一応、打ち感みたいなのは多分 ANQ4 のハローズ、まあ音歌かな？音歌っぽいのかなと思って、まあ音歌持ってきたんですけど、音歌弱いね、こうやって見るとね。めちゃくちゃ弱いじゃん。で、一応ね、比べてみますと、もう圧倒的な性能の良さかな。初段精度がかなり下がったってだけで、もうそれ以外はぐーんと上がってますね。で、連射精度も少し下がってるのか。で、機動性もかなり良くて、見た目も僕は好きでございます。で、火力が多分これ相当高いですね。45の35になってるんで、45、防弾かつ35。で、電車力も 10.99 ということで、これめちゃくちゃ強いと思いますね。どのぐらい強いのかは、まあでも実際使ってみないとわかりませんので、これから使っていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。見て、持ち替えめっちゃ早くない？さあ、今のでちょっと落ちないか。もうちょっと弾数があってもいいのかなーなんて思ったりはします。あんま削れてないなー、思ったほど。ちょっとね、当て方が悪いのかもしれません、今のところ。これで今ので7割以上、やば、8割ぐらい削れてたらいいのかなと思います。やっぱ上いるよね。味方が撃たれた。リロード。さあ、ちょっと落とせない。これ右クリ一応あるんですけど、別に使わなくていいです。そんな強いわけじゃないんで、これあんまりね、優秀じゃなかった。ばらけんだよね、結局これ、最後。さあ、味方が取ってくれた。ああ、ダメか。横から撃たれちゃったね、今ね。さあ、個人的には、マーシャルや、まあ、ブラスベインのように、まあ、強くなってほしい武器の一つなんですが、ちょっと現状ね、まだね、おぉ、その武器たちのような衝撃は感じられませんね。まあ今ので5割。壁抜きになったかな、一発ぐらい。上にいるっぽいか、これ。これ見えないんだよね。危な。さあ、スタコラと走っていきましょう。さあ、前目取れてるんだけど、なかなか敵と合わないね。さあ、これはね、非常に優秀。このしゃがみ撃ちがね、めちゃくちゃ優秀だなと思うんですが、まあ、いまいちね、その、なんだ？しゃがみ打ちがすごく強いんだけども、それをなんか活かせてる感がしないんだよね。俺が悪いんだと思うんだけどね。あとはこのね、ハプ打ちこれ。これすごくない？これね、めちゃくちゃすごいと思いました。ただまあ、果たしてそれを使う時があるのか。あらららら。まあ、ただこれはすごくいいですね。なんかプロトみたいで。楽しい、これほら。まあ、一定間隔で撃たないと今みたくバーって上に上がっていっちゃうんですけどね。まあ、ただそれは面白いところ。マガジンチェンジ。さあ、多分ね、4割しか削れてないと思う。
いや、めちゃめちゃ頑張ってたけどね。バトルライフにかなわないですね、あそこ。ただ、連射もね、なんか、すごい早く感じるんだよね。俺だけかな？めっちゃ早く感じるの、連射が。マーシャルとか、ブラスベインなら、まあ、遠距離ね。まあ、なんとかなるかなって感じはするんだけど、これ、そう思わないんだけど。あんまりなんか、なんだろうな、遠距離強い感じがしないね、これね。難しい。はい、それではやっていきましょう。さあ、どの距離、まあ、2側でやるのが強そうかな。2側行こうかな。なんか、このレンジくらいでやったらめちゃくちゃ強そう。こういうレンジで。火力は絶対いいんだよ。間違いなく火力はいいんだよ、この武器。お、なんで？まさかの後ろから撃たれた、今。手榴弾強敵。あー、しくったな、グレネード。マガジンチェンジ。さあ、焦ったぜ、後ろから撃たれた時は。ショットガンで撃たれたけど、まだ。意外と弾がね、なくなる。いやー、左もいたか。頭一撃50、まあ妥当かなと思います。で、足ダメ17-20はちょっと低いかな。壁抜きになっちゃったかなと思ったけど、なってなかったんだね。腕ダメと、まあ、うん、足ダメではもうちょっと入ってくる。どうした、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 なんかラグってたのか今。腕ダメで23でしょ。だから2発で73。あと胴体出ればね、3発で落ちるようなところなのかな。まあでも多分4発落としなんだろうな。3発落としはあんまりできないって思った方がいいのかなと思います、この武器。まあ焦ったね、さっきはね、センターでね、抜かれてて。マガジンチェンジ。リロード。さあ、とりあえず落とすことは落とした。まあこうなるよね。そっか、俺持ってねえんだ。さあ、内側に音がしたんで、内側行きたいね。あれ？ミスター、ミスターごめん。マジごめん。あれ？取れてない。取りたかった。味方が倒すの早すぎた。さあ、あとはジャガパラで2階にいたよね。カンカンだからさすがにこっちだね。いやー、
なんか、今めっちゃ弱かったね。胴体で 26?20 何歩？なんでそんな削れることになるんだろう。なんかマーシャルやった時ってさ、30くらい普通に出てたよね。バーストバレルで。なんかこれ下げられてんの ?45 っていう。ボーナー感じ35だけど。下げられてる？ああ、ちょっと難しいね。ここ取られてるとしてたけど。ちなみに、これで UV できるんですよ。厳しいか？センターは間違いなくいますね。うまい。手榴弾強敵。うまー。FB 聞いてたかな、もしかしたら。すぐ出てこれなかったってことは。それだったら嬉しいけどね。ああ、このダメージは優秀ですね。はい、それでは攻めになりましたということで。まあ、守りでね、いろいろダメージは見てきましたけども。まあ、ちょっと、なんと見えないのまだね。やはり、ブレ方がちょっと、癖あるのが、なんと見えないかな。まあ、しゃがみ撃ちは絶対強いんだけどね。うわ、取りましょう。さあ落とし切った。それは優秀。今の半身を落とせるのは非常に優秀だなと。ああ落とせなかった。食らっちゃったね、がっつりね。さあ、なんとか一本取って3-3には持ってきたいけどね。ちょっとそう簡単には引かせてくれないよと。お、ありがとう。感謝しましょう。グレネード奥に入れとこう。手榴弾投擲。あー、ナイス、素晴らしい。これはいいダメ、まあ、うん、いいダメージ。いつも削れてる時のはずなんだけどな。あ、今すごい1個いいのあったね。40、腕ダメで40あったね。やばやばやば、これだね。この場合は手榴弾強敵。マガジンチェンジ。
手榴弾強敵。お、落とせないか。ちょっとしかいなかった。あ、このダメージはいいんだよ。このダメージはいい。だ時折ダメージがあまりにも入んない時あるんだよ。それがなんでかがわかんない。これも安定してたね。あ、近かったからか。はい、というわけで4-3でございます。味方がね、強くてね、今ね、イワンオワンも制してくれたりしてくれて、ありがたいですね。グレード見せてる。あ、詰めてきてる？あー、すごいね、ブレんね。ブレるっていうか、反動きついとこあんね。あ、強っ。何その攻め。だ弾がね、これ以上使うとないので、ここからはうまく使っていきましょう。手榴弾強敵。手榴弾強敵。はい、ありがとうございます。特に何もやってないっていう最後は。ああ、まあちょっとダメージは入れたけど。はい、というわけで NQ のデビルスティングなんですけども、なんかいまいちだね。やっぱパッとしないねこれね。だから、うん、なんかマーシャルほど高く売られてないのもなんか納得できます。まあ合成もできないしね。でこれがまあ合成できるんだったら、まあなんかね、いいんだろうけど、素材としても優秀だからね、素材として食わせたいけど、ちょっとまだ出回ってる本数も少ないからな、厳しいですね。ちょっと難しいと思います。だどういう風に、まあ改造ができればいいと思う。俺はね、こいつを改造させてほしい。合成とかいらないんで、まあブラスベイもそうだけど、改造させてほしい。だブラスベインの方が絶対優秀だと思うんだけど。まあ、ブラスベイン。あ、そっか。ブラスベイン、こんだけ下がっちゃうのか。それはちょっとあれだな。まあ、でも、これなら、やっぱりマーシャルとかの方が強いなと思いました。NQ4 デビルズストロング、まあ、改造ができてれば一番いいんですけど、それはまだできないので、まあ、運営さんのね、気分次第でできるようにしてくれたらいいなと、個人的には思います。ね、合成だったら素材だけど、俺は改造したい。改造して、なんか連射精度とかを上げてみたいかなと思います。まあね、いろいろやりたいような感じはしますが、まだね、ここら辺実装されてませんので、まあ、そのうち実装されることを祈って気長に待ちましょう。はい、というわけで今回はここまでになります。お疲れ様です。